とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も新しいモッド入れてみました。今日のモッドは、迷路モッドですね。迷路を進んでいくモッドみたいですけども、どんな感じになるんでしょうか。場所はどこだろうね。どっからスタートするとかちょっとわかりづらいんだよね。英語表記で。でも多分、見た目がね、ここだった気がするんだよね。入ってみましょう。あ、違う。いつもと違うぞ。いつもと違う。どんな迷路になってるんでしょうか。ちょっと待って。なんか迷宮になってる。へー、なるほどね。ここを進めっていうことか。いきます。ちょっと、え？これ下に宝箱があるけど、あ、トレジャールームにたどり着くって書いてあるね。トレジャールームに行けっていうことですか？今のところがトレジャールームね。オッケーオッケー、行きましょう。え？カウントダウンが始まる。トレジャールームのゲートが時間とともに閉まる。あー、急げっていうことね。あ、なるほど。わかった。わかったわかったわかった。ちょっと待って。幽霊マントだ。幽霊マントで、超えていけっていうことか。あー、なるほど。これはなんか、そういう仕掛けのところを、抜けていかなきゃいけないのね。OK です。なるほどね。ちょっと待て。おいおいおい、おー、宝箱とかいっぱいあるね。いいよ。いいよいいよ。あれ、なんもない。これが迷路だ。あー、この迷路なかなか面白いかもしんない。しゃあ。いや、でも難しいな、これ。OK。これ地図見てわかん、あ、わからんね。地図見ても全然わからん。とにかく、あっち側に向かえってことだから。ちょっと待って。すっごい動きづらい。もう、敵がすっごい嫌な奴ら。行かせてくれ。あー、宝箱とかも出るね。難しすぎないか、ここ。よっしゃ、こっちか。ああ、またね、このジオマンサーが、厄介だわ、ほんとに。こっちか、あ。あ、違う違う、こっちじゃないや。いやー、行かせてくれ。すっごい邪魔。よし、抜けた。じゃあ、お宝箱出た。まさかこのカカシでこう道を塞いであるとはね、考えられたもんだわ。本当に OK。 お、そろそろじゃない、そろそろ出口じゃない。あった、出口発見。やった、よっしゃ、抜けた。何、次クリーパー。危ない。あ、ちょっと待って。どっちに行けばいいかが、もう、また、わわ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 。何これ。ちょっと待って。あの、毒のやつが鬱陶しい。ちょっと待って。ここは、いかんね。倒さんと出られんのか。連射器が欲しい。連射器があれば、全然余裕で行くのに。あー、よかった。開きましたね。うん、違う。こっちか。オッケー。抜けたね、抜けたね。オッケー。で、物資。いいね。はいはいはい。横には別に何もないの？わあ、宝箱があるのね。いいんじゃない？宝箱が、あるみたい。ああ、なるほど。お金か。いやいや、そんな場合じゃない。とにかく急がないと。矢が書いてある。ああ、
なるほど。弓矢撃ってくるやつがいっぱいいるっていうことね。しかもこれあれじゃん、迷路にはなってるけども壁じゃないから敵の攻撃がもろに来るんだ。おいおい、ちょっと待って、この攻撃速度、おいおい、ホースマンがいる。攻撃速度で怒り持ってるっていうのはちょっとやばいぞ。あ、でも抜ける抜ける抜ける。ふぅ、でまた、まだまだ続いてた、まだ続いてる。あ、でもここは比較的簡単だわ。ああ、分かりやすい。大体のとこ進んでいけばまあまあまあクリアできる感じですね。ああ、アイテムもいっぱい出るね。うん、モッドは本当なんかお得ですよ。お得。何これ。あ、おお、応募もらえるんすか。嬉しいね。金もらえるなんてなかなか粋な計らいです。よし、次行こう。キーゴーレム、ああ、いやでもキーゴーレムいっぱいいるじゃん。あ、どれを取っていってもいいんだな。なるほどね。でそのまま進みましょう。うん、まあまあダメージ受けて落としたとしても大丈夫でしょう。そこら辺にいっぱいあるからね。ここ、うん、すっごい敵だね。すっごい敵。でも全く問題なし。オッケー。ちょっと待って、ふっといって、しゃあ、オッケー、ここにある。よし、行きましょう。あれ、これ、金色？もしや。探さなきゃいけない。あ、あった！金色の方だ。青じゃなくって、金色のキーゴーレムを探しなさいよっていうことだったのね。なるほど。おい！ものすごい邪魔。あ、ちょっと待って。OK。はいはいはい。色指定されてんのね。行きました。なんじゃこれ。あー、これは見ればわかるけども、いや敵が多い。うーわ、ここはすごいな。ちょっと待って、え、これ最悪さ、この溶岩の中をこう進んでいけるじゃん。これポーションバリア、あ、いや、いけないんだ。壁がある、ちゃんと。あ、やばい。これ死ぬかも。やばい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 。これは死ぬ。あ、でも道順的には間違ってはなかったっぽいな。あ、ここ、ここ当たってる当たってる。この先に道があるわ。もう。ちょっと待って。早く行かないとトレジャールームがなくなっちゃうんでしょ。オッケー、行くぞ。あ、あ、もうトレジャールームだ。守護モンスターを撃破してトレジャールームに入れって。ちょっときついきついきつい。おい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 、なんだこの数は。勘弁して。いや、でもここ倒せばもう終わりだ。畜生、連射機が欲しい。これザ、あー、ザコ持って行ってこいつを倒せばいいんだ。ちょっと待って、あー、でももう倒しちゃったな。もう、うん、スポナー倒しちゃったからダメか。普通に行くっきゃない。連射機が欲しいです。
ものすごく連射機、あ、やった来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 た、チャンス、いた、オッケー、可能な限りトリザーを集めよう。お、なんかちょっと待って、おい、すごい、古代人が出てきて、あ、多分あれだね、倒す罠かなんか仕掛けられてて、そのまんま落ちていって勝手に倒してる。わー、美味しい、これすっごい美味しいぞ。わ、すごい、何ここ、これトレジャールーム激アツだね。やった、あー、一番奥にはいけない。うわー、すごい、あー、でも一番奥行けなかったんだ。なるほど、もう少し早く来れば一番奥まで行けたっぽいね。あー、なるほどね、はい、あ、で、こうゴールか。そうか、あ、クリアです。はい、ということで今日は迷路モッドやってみました。おいしい、なんだこれ。まあまあ装備指定はできないんだけども、黄金装備とかが最後こんな感じでボロッと出てきて、めちゃくちゃ美味しいです。まあいいのが出るかどうかはまあわかんないんだけどね。わ、美味しい、何これ。はい、まあこれなんかマルチでできればね、すっごい楽しいんだけど、いやー、これどうなんだろうね、今度試してみようと思います。はい、迷路モッド最高でした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。